ホームチャンネル。はい、15日朝11時、チェックアウト12時なので今から荷造り今してるんですけども、こんな感じで誰もみんなチェックアウトしていません。で僕も今荷造り中でこんな感じ。これ何が濡れてるのか分かんないんですけど、あれかな、シャンプーが漏れたら。そんなことはないか。忘れ物ないように今荷造り中です。結構慌てて、ケーブル系が多いので電気のこういうとこも大丈夫かな。こんな感じです。で今日はですね、次また、初めて泊まる宿にちょっとチェックインしてみますんで、またそっちの方の宿も取れたら取りたいと思います。今の時間1時25分、チェックアウトがですね、ここの宿12時なんですね。ここ今12時にチェックアウトして、1時間ぐらいリビングでスマホで遊んでました、暇つぶして。っていうのは3時にチェックインなんですね、次の宿が。ということで今から歩いて次の宿に向かうんですけど、その前に朝から何も食べてないので、これから、まあ、そっちホテルの方が、台北の駅の方なんですね。台北の駅の方なので、そっち向かいながら何か適当な食べ物屋があったら寄りたいと思います。なかったらチェックインしてから出直そうかな。今の時間1時35分、ずっと向こうから歩いてきました。なんかここずっと中継車が止まってますね。テレビ、新聞、ニュース、なんかこれテレビ局、警察、なんかよくわかんないですけど、なんかいっぱい止まってます。パトカーとかも。いやー暑くなってきましたね、薄日が差して。はい、向こうからずっと歩いてきてこの交差点にぶつかりました。ずっと西の方ですね。あのビルをめがけて歩いて、ここもちょっとこじゃれたビルですね。お、警察なんですかね、やっぱり。これなんかすっげー警官いますね。あれ全部警官です。よし、全部バーって並んでます。何なんでしょうか。ここなんか有名なとこなんですかね、ちょっとわかんないです。すげえ厳戒態勢みたいな感じです。皇居周りじゃないですけど、さあ風が強いです。こういうなんかヤシの木の通り見ると南国っぽいですけどね、街の中でも。さあ、あと何分ぐらいで着くかな。急激にやっぱり都会というか人通りが多くなってきましたね、この辺も。で、お、気になるあの、なんだあれ、ボロパン、ボロパンって書いてあります。これが台北のメインステーションです。でずっと来て、さっきのこれボロパンで、宿の方はこっちみたいですね。よし、だいたい場所関係分かったな。これでずっと向こう言います、まっすぐ。あっち、薄日がかかってくると暑いですね。急に暑くなってきました。はい、ここだな。228和平公園、これで場所関係分かりました。結構歩きますね、1軒目から2軒目結構歩きます。で今からこっちずっと歩いていって曲がってチェックインしに行きます。今の時間が1時46分。暑くなってきたな。
今宿に向かっている途中なんですけども、あのさっきの228公園ってやつ、名前をちょっと呼び方わかんないですけど228って書いてある公園、ここみんな、あ、ここなんか現地の人っぽいのも写真いろいろこう撮ってます。もしかしたら有名な場所かもしれません。でこの先がですね、なんかあのこれちょっと写真に良さそうな、なんかガイドブックとかでなんか上がってそうな場所があったのでついでに来ました。非常にこれフル装備で、まあヒッチハイクの時みたいに寝袋とかあのテントがない分だいぶ楽ですけど、こんな感じ。いやわかるかな、こんな感じになってます。あの朝からですね風が強くて寒くて、あのなかなか外出たくなかったんですけど、今は薄日が差して結構いい天気で歩いてると暑いです。こんな感じ。これはどこなんでしょうか。よいしょ。はい、なんか写真映えしそうな感じはしますよね、こういう。まあ、都会の中にこんな感じの公園がでかいのがドーンとあります。写生大会みたいなのもやってますね、学生が。はい、ここなんか聖火ランナーみたいな熊のこれがあって、みんなここで写真撮ってます。これなんかこのモニュメントみたいなやつ、これが何だかわかんないですけど、こんな感じでみんな写真撮ってます。あとこの木とか。こんな感じですね、ちょっとしたステージみたいなのもありますね。ここでこの公園で何かイベントとかできるみたいです。でみんなカップルとか弁当食ってますね。飯ここで食ってます。どっかでテイクアウトしてくるのか何だか。いやー暑い。天気が良くなってよかったです。雨の中じゃこれ絶対歩けないんですけども、まだチェックインせずにぶらついてます。今の時間が2時ジャスト、あと1時間で本当は3時からチェックインなんですね、ホテルのチェックインタイムが。でも多分大丈夫でしょう。ちょっと向かいます。多分あと 10分15分ぐらいで着くと思うんですけども、
2時5分、ずっとあの公園をつけてきて今ここへ来ました。2時5分なので何分ぐらいですかね。公園ちょっと寄り道しましたけど、まあ30分はかからないですね。普通にまっすぐ来れば、あ、でも30分ぐらいかかるか。で、次泊まるところはここです。ここのホテルに泊まります。まあ立地条件はいいと思いますよ。台北駅も近いし、ホテルいっぱいありますね。こういう感じで上にホテルってこういろいろ書いてあると思いますけども、この辺結構ホテル集中しています。いやー暑い。さっさとこのフル装備の荷物を置いてちょっと散策したいんですけども、チェックインが3時なんですね。今まだ2時、チェックインができるかどうか。はい、これがですね、4階エレベーター降りた真ん前、これ401とかこうありまして、でここはトイレとシャワールームです。メンズオンリーってこうありますけども、でちゃんとこうやって書いてあります。今時間4時50分、今ホテル出たところです。
今日はですね、何にもあの水しか飲んでなくて、クッキーも食べてないんですね。でこれからあのフードコート行こうと思うんですけど、この天気、ホテルに着いて1時間ぐらい寝ちゃいましたね。あの疲れて寝たんですけども、まさかの雨。ただ台湾はですね、こういう感じで建物沿いは全部こうやって屋根がついてるところがあるので、比較的まあ傘がなくても歩きやすいは歩きやすいんですけど、結構疲れますね、雨に濡れながら行くっていうのも。一応傘は持ってるんですけどね。目的地はですね、あの三越の、フードコートに向かってます。まあちょっと割高でもなんかうまいもん食いたいなと思ってですね、ちょっとフードコート見に行きます。少し着きました。3時1分か。三越の真ん前にですね、これスシローとかもありますね。この辺結構飲食店集中してます。
様、ヘイサーマン、这里吃的吗？好，这里吃的吗？这里吃的呀。啊，都没有。我不知道，没关系，没关系。嗯，哔哔哔哔，干杯。嗯。就是一个八号加一个香甜。5時20分ちょうど今頼みました。なんかこんな感じのセットで出来上がったらなんか音が鳴るみたいです。丸亀製麺とかもですね、この奥のフードコートにありました。でも意外になんか狭いです。あ、音がこんな感じ。これじゃあ今から撮ってきます。5時26分、今からこれ、こんな感じで食べます。130セット。何料理か分かんないですけど、こんな感じで。店はですね、あそこです。なんか、聖火ってやつ。さあ、冷めないうち食べます。なんか目の前にこうおばちゃん座っちゃいました。はい、今フードコート出ました。時間は6時、まあ5時58分。これからちょっと駅の方とかぶらつきたいと思います。まあ美味しかったですね。130。本当にあのアリの巣のようにですね、こういう感じでかなり本当にまっすぐだけじゃなく、これ分岐とかしてるんですね。もう街ですよね、完全に。地下にはこんな感じでジャパンのガチャガチャ。ちなみにこれは、値段はですね、1回50元、50元の3枚ってことは、50元の3枚ってことはですね、だいたい4倍で、355だから150のかける約4、2で300円。あ、だから高いですよね。これ高い、相当ガチャガチャ高級です。この辺はでも安いです。この辺は安い。10元の3枚だから30元だから3、4、10、120円で、こっちはどうだ。でこの看板見てください。あ、こっちほら、この
上の看板とか、これ東京ですね、東京の写真。この辺も10元が3枚、アンパンマンとかいろいろあります。まあ100円ですね、1回100円。この赤いやつは全部100円みたいです。100円コーナーやってる人はいるんでしょうか。B って書いてあるから B 級なんですかね、これ安いのは。まあ人気が落ちたやつ。本当に昔のガチャガチャがいっぱい。これも10が10の3だから120円ぐらい、100円、まあ100円ジャストぐらい、110円とか。前はこんなところはなかったから。でガチャガチャが至る所にあります。なんか空港みたいな感じですね。なんかもうほとんど空港のなんかあれみたいな、乗り換え場所みたいな感じの、すんげえ綺麗。これもう地下だけでいいんじゃないですか。観光はもう地下だけでいいぐらいの、いろんな店もあり。これもほらデパートの中みたいなもんですよ。駅がどっちなんだ。はい、台北のメインステーション来ました。これ1階の部分かな。これここ出ると外です。こんな感じ。一回ちょっと外出てみますか。あの風がどんなもんか。空港からのバスで強制的にこっちを降ろされましたけど、 あれが正面に見えるのがさっきまでいた、飯食べてた三越。ちょうど渡ってきましたね。ちょうど渡ってぐるっと来ました。でライトアップされてて綺麗です。この建物自体はでかいな。でもタイペイのメインステーションのど真ん中はこういう感じになってます。あのでかい建物の、真四角に見える建物のど真ん中、中央はですね、なんとこれは吹き抜けになってるんですね。吹き抜けになっていて、2階があのフードコートというか食事レストランがガーってあって、このなんすごいですね。あのこれは日本では考えられないですけど、これ真ん中がこれ、まあ、フロアになってますよね。なんてことない普通のフロアになってるんですけど、この椅子もあえてベンチとか何も置かない、このだだっ広いこの 広い空間の中で、この地べた座りを、これ地べた座りを推奨してるのかどうか分かんないですけど、ここでハイキングじゃないですけど、ここのエリアで飯を食う、地べた座りで飯を食う、これがいいですよね。普通こんだけ人がそういうことやってれば、駅がなんか見栄えとかを考えて、まあ、テーブルと椅子を置くとか、日本だったら多分そうすると思うんですね。テーブル椅子を置くとか、まあ、もしくはここでの飲食禁止みたいな、もうそこでがんじがらめにもう食べることさえも禁止すると思うんですけど、この台湾のこの緩い感じの、まあどうぞ座って自由になんか飯とか食ったりパソコンいじってくださいっていう、この地べた座りのこの感じすごいですね。そして2階はこれフードがバーってあります。なかなかいいですよ、これ屋根、天井高くてでかい体育館に来たみたいな。で上は何だろう、オフィスかな、オフィスになってるかどうかちょっと分かんないですけど。でチケット売り場はこの先にあります。多分時競合とかここで買えますね。ちょっとそこ行ってみますか、チケット売り場。
ろそろこれ西門ってエリアに入りますね。ここがあの駅かもしれません。 MRT の駅、西門付近の、もうちょいかな、もうちょい南か、このエリアが一角がそうかもしれません。みんな外国の方はですね、あの Google のマップとかを頼りに歩いたりしてるんですけども、僕は直感です。完全な直感で歩いてます。多分このエリアです、この一角。これなんだろう、これ電車かな。もう全然忘れてますよ、7年。ただこの道はなんとなく覚えてるんですよ。このやたら歩道が広いこの道で、もうちょっと行くと明るいところに入ってですね、いかにもちょっと街っぽくなりますね。ちょっとお待ちください、あと10分ぐらい。今の時間が7時12分ですね。ずっとこの画面の中央の方がですね、新興三越の方でガーッと西方面に歩いてくるとですね、ここにぶつかります。この辺にぶつかります。で、歩道が広いのですぐこの道にぶつかると分かると思います。で、さらにこれをですね、こっち方面に行くとですね、方角としては南側になりますね。南側になって、これをずっと歩いていくと結構集中するあのエリアになります。いろんな店とかで、今からちょっとそっちに向かってみます。西門の夜着きました。ここウェルカムトゥシェーメン、シェーメン、ここを入ってきます。ここもですね、あの洋服屋とかゲームとか、飲食店とかずらーっとあって結構混んでます。今から入ってきます。で、やっぱりですね、こういうとこはあの可愛い子率とそういうのも多いので、ぜひあのこのライブの中でもですね、動画の中でも見切れると思います、美女が何人か。それでは入ります。結構多分夜遅くまでやってると思います。カップルというか、ああいうのいいでしょうね、現地の人の。もうこれまあこれが当たり前になるとどうかですね、また違う静かなところを好むとかそうなってくるのかもしれないですけど、さっきタピオカのなんか抹茶味、あれが60とかであった、あれがどうかですね、あの他で。ほら、こういうどっからのツアーなんだこれ、本国かな、本国中央かな。洋服とアディダスとかいろいろありますね。アディダス、これはピーナッツが、ピーナッツ、あの僕はですね、どっちかっていうとやっぱ夜市は夜市で面白いんですけど、まあ、これのはまあ見やすいっちゃ見やすいですよね、まあ、普通の街っぽくて。で、車とかこういうの、まあ、もちろん通らないし、で、治安も見るからにこれ良さそうに見えませんか。多分女の子一人であの歩いてても全然安全ですし、ラーメン花月、これ同じ名前で、日本と同じチェーン店なのか全く別物なのかってもちょっと分かんないです。で、ああいうほら、日本だったら絶対潰れてそうなあのぬいぐるみ専門店みたいなやつ、ミッフィーとかなんかディズニーのとか、ああいうのがぬいぐるみ専門店っぽくある感じ、日本だったら絶対ダメだろうなっていう。で、ここで交差点がこうありまして、そしてこれは何でしょうか、大道芸人か、僕ほぼ初見みたいな感じでこれ来てますからね。ここが どういう場所かっていうと、前サイゼリア、7年前に来た時サイゼリアどの辺だったんだ。うわー、わかんねえなー。これ見てください、西の入り、これが多分思いっきり、ま、ど真ん中なんですね。
十字になってまして、今の入り口が西から入ってま、来ました。これ西から入ってきて、これあれか、北に一回行ってみるか、北で一回あの戻ってきます。これがあのど真ん中、交差西門のど真ん中ですけど、うわ向こうすげえ人だな、すげえ人、あの結構先の方まで続いてますね。まあ北の方がすぐ途切れてるんで、一回北に行ってあの戻ってきます。で、あのここもタピオカすげえ並んでますね。これなんか場所的にか、立地条件的に並んでるんでしょうか。ちょっとこれすげえ、森田食堂とか書いてありますね。あ、日本式森田食堂とか書いてあります。これは天ぷら屋の、天ぷらのなんだこれ、天ぷら食堂とか、このドラッグストアとか、あ、タピオカドリンク屋いっぱいありますね。これはもうどっかでしか買えますね。あの激戦区だからいいと思います。お、すげえ、あれ手際いいな。手際いいわ、ほらこの手際が、いや、すげえプロの技だな、あれ。はえー、あれなんだ、何の料理かもわかんない。卵バリバリやって、これなんだろう、白菜、卵と、さあ、今から、今これ4刀流入ります。よくわかんない、何の料理かもわかんない。さあ、お、ちょっとちびまる子ちゃんっぽいなこれ。あ、ズームして、ズームになっちゃった。これかわいいな、このキャラクター、いいですね、ちびまる子ちゃんの。これ絶対ランドセルだよな、あれ。こっちランドセルないよな、ちびまる子ちゃんパクったんだな。お、あのガチャガチャの、やべえ、雨が降ってきた、また雨が降ってきちゃいました。こういうガチャガチャの壁の、やばいな、雨、雨ばっかだな。ソーセージ、一応傘持ってるだけまだいいですけど、なんだこれ、都市茶館で、これが北の端ですね。まあこれが北の入り口、西から入ってきて、今北の入り口にあの来て、こっからまた戻ります。一回これ出口出ます。まあこんな感じですよっていう、西から入って北はすぐです。ただ南と西のホールはすげえ遠そうですね。で、外周も結構こうあって、なんだかんだ店はあります。なんだかんだ店があって、こんな感じ、西もツアーみたいなのもいっぱい出てきて、あ、マンゴーアイスってもうこれ有名ですよね。とりあえずタピオカドリンクはこれ出るときに、あのここのエリアを出るときは買おうと思います。あ、これタイのツアーかな。あ、タイっぽいですね、旗からして。あ、言葉もタイっぽいな。あ、そうだな、タイだな。日本の観光客はいません、あのツアーみたいな。意外にないんだよな、韓国人もいないし。
意外と台湾ってあんまり白人もあんま少ないし、中国本土の人が多いんですかね。一見なんか台湾だか中国人だか言葉が似てるっていうか同じようで分かんないですけど、本土の方からの旅行者も多いんでしょうか。これはあんまり外国人っていう外国人はあれは見ないんですよね。ベトナムとかカンボジアとかになると白人すげーいるなとかなんかよく分かるんですけど、ここはなんかあんまりよく分かんない、白人が少ない。あ、ようやく白人のグループ目の前からちょっと来ますね。こんな感じの白人のグループがちょっといまして、これゲーセンとかがあれですね、かなりやっぱりガチャガチャが人気があるのかちょっと分かんないですけども、みんなガチャガチャで熱心にやってますよ。1回200とかなんとかで結構高いよな。600円とかでガチャガチャやるわけですから。お、大道芸人か、これ外人の前、これサイゼリアがあった交差点だと思うんですけども、どっかサイゼリア潰れちゃったの、 この上かな、この食べ放題って書いてある、これサイゼリアだったのかな、忘れちゃいました。ちょっとこれビデオ撮ります。この中心で目立つんだよな観光客、ビデオとか撮ってるとちょっと撮らせていただきます。多分角が混んでるのは、このカメラの中央角が混んでるのは場所だと思います。ここがですね、西門の交差点、ちょうど交差点の場所です。で、入ってきたのはこれ画面中央、そしてこっちが南側になるみたいですね。ここは南側で、いろいろこういう店があって、で、これが、西行ってみますか。西ずっと、まあ、似たり寄ったり店なんでしょうけど行ってみます。今の時間何時だ、7時28分、7時半、まあ、結構混んでますね。7時半にしてはやっぱ混んでます。ピカチュウの帽子、画面中央真上、なかなか可愛い。 ABC マートとかもあります。これ写真まだいけないな、五刀流はいけないな。これのこれなんて日本で買うと非常に高いと思います。こういうので買ったらバカ高の。お、自撮り棒とかもいろいろあります。あと自撮り棒じゃなくてメディアみたいなの結構高いですね。 SD カードみたいなの結構高いです。お、熊本ラーメンか。ご飯はですね、さっき食べたんですよ僕。さっき食べたので今はお腹減ってなくて、買うとしたらさっきの今川焼きみたいなやつとタピオカドリンク、それで結構いっぱいになると思います。ちなみにラーメンの値段、フードコートよりも全然いいですね。これドーンとこう来て、だいたい100から130なんで、だいたい4倍ぐらいかけてください。 3.5 から4ぐらいの間だから、100だったら360円から380円とか、まあ、400円と思ってりゃいいんですけど、だいたい熊本ラーメン屋が120とかなんとか、まあみんな結構降りてきますね、上から、このラーメン屋から。ここはあれですね、食い物飲み物には困んないですね。うわ、でも本当に電気の無駄遣いがすごい。節電とかとは本当に無縁。そんだけ景気がいいんでしょうか、なんだかわかんないですけど、すんげえ、だってこの上、これわざとこれ電気消費してるかのような、この上、これ見てください、この上
すげえラスベガスみたいな電飾の、一面電飾のやつ。すげえよな。これ今ずっと西の出口も向かってまして、今これバッテリーがですね、20% って出ましたので、ぼちぼちこれジンバルを外して、昨日のモードに変えたいと思います。10% 切るとですね、多分充電しながらやっても結構危ないので、お、東京エドイン、これいいですね。東京エドイン、カタカナ洋服みたいな多いですよね。お、あそこもちょっとこじゃれたタピオカ屋だな。まあほとんどタピオカドリンク屋なんて量も値段も変わんないんでしょうけどね、味も違うのかな。やっぱ混んでる店の方がいいんでしょうか。出た、あの正面、画面正面のあそこもすげえ電飾、クレーンゲームとか。あ、ここ一応道挟んでますね。道挟んでるわ。あの画面中央クレーンゲーム、あれすごい、電飾が。これ渡るか。エースとかちょっとした電気屋もこの辺ありますね。ゼンホーンとか。まあここ結構本気で見る気になればすげえ時間食うと思いますよ。クレーンゲーム 7W レジャーランド、ここの一角はすごいですね。いろいろあって人もすげえし、それでいて全然治安は本当に悪くないです。あ、日本でいうとパチンコ屋みたいな電飾ですね。この上、一部のパチンコ屋でこういうのをやってますよね。上にあるこういう電飾、もう本当に電気のあれを関係なく景気よくやっちゃってるやつで、この辺ホテルとかもですね、この、通路っていうかストリートの中にもあります。例えばここのこんな感じ、ちょっとこじゃれた感じの水泡ホテル、水泡ホテルとかもこうやってありまして、こんな感じ、この商店街の中にホテルがありますからね。まあ、値段的にはどうか分かんないですけど、高いか安いか分かんないですけど。で、ワールドジム、なんかあれみたいな、ゴールドジムみたいなゴリラで、ウェルカムって書いてあって、この路地にもですね、行く気になればこういう路地いろいろあるんです。シュプリームとかありますけど、本物でしょうか。ちょっと僕一回ジンバルを外して、とりあえず西のこの出口行きますね。分かりやすいように、この動画を見てる方に分かりやすいように、西から入って西から出る、今回のはこれ西から出て、あ、西から入って西から出ます。で、ここにアーチがあって、お、この先行ったことねえけど長え、広い。このアーチがあり、このアーチで車の往来をこれ超えると、さらになんかまた、これ写真かな。すげえな。歩行者信号18秒、なんかピカチュウの映画の線でやってますね。で、ゲーセンが多い、パチンコ屋じゃない、クレーンゲームとかも多いです。お、札幌、あれこれあるんですね、札ドラ、こんなんあるんですね。いやー、あ、ちょうどいいわ、この先人気がまばらになります。そしてそこでちょっと僕のバッテリーをこのジンバルから手持ちに変えます。いやー、すげーわ、こっからようやく落ち着ける。自転車とかバイクの突っ込みがこの
道をですね歩いてると基本的にない、このなんていうんですか、歩行者天国というか、こういう歩ける道、スマホケースすごい種類ありますね。お、フルーツジュースはなんか大盛況です。こういうのいくらなんですか？150って言ったような気がしますね。すげえ手際がいい。値段がやっぱ分かんないから、聞かないと分かんない。でも150って言ったら、あれフルーツによっても値段違うんでしょうね、おそらく。ああいうフルーツ系はですね、やっぱりカンボジアとかベトナムとか、ああいう方が安さ爆発でいいと思いますね。でちゃんと値段も迷路会計で表示もされてるし、お、あんまりこれ人気のないタピオカドリンク屋、やっぱこういうところで買うよりも並んでる方で買いたいですよね。お、なんかみんな撮ってますね。なんだ、路上アートだ。後ろから見ちゃ悪いから、ページ内じゃないですけど、みんななんか撮ってますね。スプレーアートうまいな。うまいはうまいですね。焼かしてこんな、これちょっと今はあの洋楽がかかってきちゃったんで、ちょっと変えさせてます。ジャスティン・ビーバーがジャスティン・ビーバーの音楽が大音量でかかってきちゃったんで、ちょっと離れます。やばいな、この辺は音楽が BGM がやっぱすごいんで。すごいな、これもマリオとかいっぱい。お、韓流のなんかよ、あれ音楽、ここやばいな。ここの音楽はどの店だ。さっきはなかった、あれか。どこだ。あ、なんかさっきの路上のなんかアーティストっていうか、外人のやつがやってるかもしれないですね。ここはちょっと早々に、これ今これ南側に行きますんで、これ台湾の曲かもしれないです。すげえ大音量、やばいな。これを拾っちゃうとやばいんですよ、大音量で。今ちょっと危ない。よし、これ今ちょっと抜けました。でこれが南側ですね。さっき の大音量が流れてるところは交差点で、これから南側。フルーツジュース屋、すげえな、どこ行っても人がすげえ。あ、ユニクロもあります。ガキンチョもいますね。中学生、これ何時まで外ほっつき歩けるんでしょうか、こっちのガキは。いや、すごいわ、いろんな店が。ほら、でもサイゼリア消えましたね。サイゼリア潰れたか、さっきの交差点かもしれない。どっちかっていうとイメージ的には。でユニクロは頑張ってますね。で、これが、あ、いい感じで喉乾いてきたから、タピオカうまいだろうな、タピオカドリンク。ラーメン屋。あ、こういうアイスみたいなのも80か。あ、でもさっきのタピオカドリンクのいちごストロベリーみたいな味のやつはなんかうまそうな感じがしますね。抹茶の気分だったんですけども、アニュアンスよとか言って、抹茶ドリンクも引かれたんだけど、あ、これ名物179、まあ、大体いくらぐらいだこれ、600円ぐらいか。で
箱にもこういう感じになってて、うわうるせえなこの辺も。あっこもここも結構な、あれここだったかな、サイゼリア交差点っていう、うわすげえ、アディガスになっちゃったな。ここはサイゼリアだったような気がします。こっちか、うわなんかすげえやばい。これは後日この辺はビデオの方で来ようと思います。なかなかのこのライブだとですね、音楽がちょっとやばいなっていうのはありまして、なんかすげえ並んでるぞここ。あ、ここが一番なんかすんげえ店かもしれないです。タピオカドリンク最強の店かもしれません。ここ、こんだけ並んでるとこ見たことないです。安いからか、1杯 35? これ1杯35なんてあります？多分ないな、ここしかない。ほらここが一番最安なんだな。だから並んで、ここまで並んで買ってるんでしょうか。でも半額ってことですよね、通常の半額ぐらいで買える。すげえな、俺は並べないな。今これライブ中だとちょっとあまりにはけるのが遅すぎる。これ一種類だけの割には遅い、流れが遅い。これ一種類だけだったらもうバンバン売って省けばいいのに。減らない、列が進まない。うわ広いわ、四方八方からのこの、これはなんだ、アイスのいちごミルクとかこう書いてあります。値段は分かんない。いやーなんか景気がいい感じはしますよね。なんとなくもうノリノリで、日本よりもなんかこう勢いを感じますね。街のパワーっていうか、なんかもうこの電飾の使い方というか、無駄な電力とか、たむろい方とか、それでいて治安がいいっていうのは大したもんだと思いますよ。で警察いないですもん。これですげえ警察が巡回してるとか、まあ、日本みたいにおまわりがすげえ見るなって、今一人も見てないですよね、このライブ中。すごくないですか、全然警官がいない。お、イケメン、これ日本人の女の子こういう白人の顔好きですよね。なんか音楽がやっぱりまた流れてきた、いろんなこと、すげえ今ちょっとメインのところからこう離れて、すげえな、ナイキとかも、お、なんだこれ、ダンスか、ダンス、やべえ、路上ダンス始まっちゃったよ、路上ダンス始まっ路上ダンス始まっちゃった。ちょっともういろいろやってますね。もういろんなとこ行けば行くで何かしらやっててあるっていう感じの街ですね。すごいなこれ。いや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 疲れた。新世界なんとかって書いてあります。ということでちょっと離れてですね、音楽がうるさいのでちょっと離れてコメント読みます。駅最寄りの西門駅で入り口6、ちょっともうあまりに忙しすぎてビデオもデジカメもちょっと撮れなかったので、後日また自分でライブじゃない時に来てみたいと思います。いやーすごい、いろいろすごい。あとはタピオカを買って、ミッションとしてはですね、タピオカ買います。多分さっきのイチゴのうまそうだったんだよな、イチゴストロベリータピオカ。そっちまで戻らなくてもありそうですよね。ちょっと外周、アディダスとかナイキがやたらおしゃれですね、こういうの。高そうですけど、お、ダンス終わったか、よし、音楽が決まった、この
流れで行きたいと思います。なんだこれ、高校生の始まっちゃうから、ここがですね最寄りの駅です。西門の6、ここが最寄りの駅。すげえ人、これもここでもナンパとかあるんでしょうか。あるんでしょうね、台湾人のナンパ。すげえな、この外周の方行きます。タピオカねえかな。まあ、最悪の場合、一番最初に見たあのタピオカ屋と、あの横に今川焼けがあるあの店、あそこにちょっと行ってみたいと思います。いやまあ、こっち側に来るとちょっと静かになるけど、建物がでかくてすげえ、これわなんか派手だな、なんか近未来的な、近未来都市的なこのネオン、あのビルさえもネオンとか電飾とか宣伝のこのきらびやかなこの感じ、すごいよな。この集中させての狭い区域でもこうやってがっつりこのあの盛り上げる感じ、なんかもうすごいですね。多分こっち行くとあの宿の方かもしれないです。ちょっとタピオカ飲んで、あの今川焼き買って落ち着いたらホテル戻ってまたバタンキューかな。本当に最近ここ3日間ぐらい動き回ってですね、やっぱいろいろ疲れて、あのアルコールも入ったりして、あのバタンキューになるんですけども、ベンチがある、これ最高。ちょっとベンチ座ります。すげえ並んでる、発見。70元、なんだこれ、麺かな、カップ麺。みんなこれ立ち食いなんですよ。これで立ち食いしてます。さっきもなんか並んでる店があって、その並んでる店は、35元でタピオカドリンクでした。でもあまりに進まなかったんで並びませんでした。でもここもなんか遅えな。あ、こういうやつ、こういう食べ物、なんかニンニク臭い、ニンニク麺かも。クリームのはな、種類がいっぱいあるんだけど、タピオカドリンク、うまっ。これお茶っていうのもなかなか珍しいですよね。タピオカの、あ、ホットもあるんだ。ホット、あ、60とか65とか。どうしようかな、にゃお。これアイスとホットと、あ、え、これ大きさか、中、これが宇治抹茶、どれが一番いいかな。これ670、あずき抹茶、どれがあれか分かんないですけど、タピオカが入ってる方はやっぱりうまい、いいですよね。メインがタピオカか、抹茶カルピスとかも。うわ迷うな、アイスクリーム、まあこれかこれかこれ、これかこれがうまそう。ホットもあるんですよ、ホット、意外じゃないですか。でもやっぱアイスの方がいいか、ホットの方は高いけど。よし、これに行きますか。抹茶ラテと黒糖タピオカ。
黒糖タピオカなんてあるんですか。これこれですか。わかんない。あ、これか。これですか。これかな。うわ迷うな。いっぱいあるから迷う。難しいな。抹茶もいっぱいあるんですよ。ほら。いや迷うわ。よし、これの60、これか。よし、これいってみます。あー、こうやって、なんかこれほら日本の看板っぽい、兄弟屋って書いてあります。お、すごい。おー、これで、あ、自動でラミネートされて、あ、すごい。はい、8時57分ですけど、今10分ぐらい前かな、買いました。これタピオカグリーンティー、正式名称65ドル。あ、やっぱりビニール袋1ドルでもらうべきだったな。なんか1ドル取られるので、まあ1元って言った方が安そうでいいんですけどね。1円みたいで1ドルって言われました。今川焼きみたいなの買おうと思ったんですけど、なんか冷め切ってる感じで売れてなさそうだったんで、みんななんか近寄ってく客が 何かを一言言っては、あの、買わずに立ち去ってたんでやめました。9時13分、今ホテル方面に向かってるんですけど、これが多分こっち方面です、東側。ホテル着く前に何かちょっと食べ物を買いたいですね。まあパンなり、まあ弁当とかになるとちょっとヘビーなんですけど、何か食いたいですね。駅で売ってた65とか70とか、まあ80ぐらいの安い食べ物もすげえうまそうなあったんですけど、あれ19時半で終わりって書いてあったので、ちょっと帰り道でなんかその辺でないかちょっと見ながら帰ります。はい、9時24分、もう9時半ですね。あっという間にまたここまで戻ってきました。駅前新興三越ビルので、またこっからちょっと今川焼きの売ってるかどうか探しに行ってみます。さあ、結構足が重くなってきました。で、さっきよりもだいぶ人がいなくなりましたけど、どうでしょうか、中は。今の時間9時36分、今川焼きを探してですね、ぐるっとして、あの、台北の駅にまた戻ってきました。さっきは地べたにこう座ってたりしてたな人、これ、あれ2時間ぐらい前か、3時間近く前いたんですけども、この時間になってくると誰も座ってません。で、誰もいません。こんな感じ。今川焼きなさそうだな。土産屋、弁当はあったんですけどね。すげえな、スーツケース飛ばしてる。
ー